渡るさん、リバプールのこのメンツでレギュラーになれるのか？どこで出るんだ？ガクポは中盤の選手じゃないので、マカリスター遠藤ソボスライの中盤になるんじゃないかな。ガクポとティエイエはもう一つ前のポジションでしょ。流れ逃さなければ普通にレギュラー狙えるんだなわら。ただアタッカークソやな試合権厳しい気がする。カイセドに使うはずだった金はまだあるからどうせレギュラー格のアンカー取るぞ。その時どうせ角に願うんだから今から覚悟しとけ。アリソンサラー俺たちの後釜探しとけよ。今からそんな選手取るんやったら、最初から遠藤取る前に取っておけばいいだろ。そうそう都合の良い選手市場に出ねえよ。だからカイセドはあんな高いんだし。まあ200億積めばある程度取れてしまうのも事実だけどな。遠藤がビップクラブ行けるなら万有かリバポしかないと思ってた。神様っておるんや。